はい、よろしくお願いします。さあ、時事問題やっていきましょう。で、4月のニュースは4つで穴埋め7個ですね、ありますので、ぜひね、動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にね、気になるニュースとか少しあれば、まあ、珍しく吹き出しなんかも入ってますけど、あったらぜひね、この後説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、一つ目の、まあほとんどの方がわかるだろうっていう穴埋めからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。ではでは、新しい年号ですね。まあ、フライングで3月の時事問題にもちょろっと入れちゃいましたけど、まあ、新しい年号が4月にね、発表されましたと。で、それが、令和でございます。まあ、これはほとんどの方がね、ご存知かと。でね、これちょっと考えたんですよ。時事問題。まあ、みんな5月に多分ね、テストで時事問題がある方はね、あると思うので、テストで。自分だったらどう出すかなっていう。で、これ、令和なんてさ、出るのみんなもわかってるじゃん。先生も絶対出すから。絶対って言っちゃった。まあ、出すわ。ほとんど出すと思う。で、ちょっと変化球したいよなって、自分が先生だったらね、思うわけよ。で、どういう変化球でいくかなって考えて、ちょっと思いついたのを書いていきます。で、例えば、まあ、令和があるじゃないですか。じゃ、令和が、その、実際に始まった日はいつですかみたいな。まあ、付け足される可能性があると。で、それが、まあ、今2019年ね。2019年の4月1日ではなくて、始まるのは5月1日ね。こっから令和が始まりました。令和元年がね、スタートしたと。まあ、その日を出されるかなって、これは結構ね、ありだと思う。で、もう一個は、みんなもさ、テレビで見たと思うんだけど、令和ってこうさ、こう、発表、なんだ、出すじゃん。令和って発表したでしょ。発表したの誰ですかみたいな。が、あり得るかもしんない。と思って、まあ、普通にね、名前を、知っておいてほしいので、で、もしかしたら役職と一緒に書けよ、みたいな。まあ、これセットでね、覚えてしまった方が分かりやすいので、これ、菅官房長官ね。まあ、多分耳で聞いたことあるんじゃないかなと。で、菅官房長官、菅ね。まあ、この辺ね、押さえておいても、まあ、普通にこのテスト対策ってわけじゃなくて、知っててほしいことなんでね、覚えておいてください。ちなみに菅官房長官ね、ネット、ヤフーとかさ、グーグルで名前入れた後にスペース入れると、多分ね、予測検索が可愛いとか、パンケーキ出てくるから。そう、パンケーキがすごい好きなんですよ、菅官房長官。まず、本当余談なんですけど、自分がね、ラッドウィンプスが好きなんですよ。ラッド。ね、ラッドが好きで。で、菅官房長官って3人、息子さんがいらっしゃるんですけど、確かね、一番下の三男かな？一番下のお子さんがですね、そのラッドのボーカルのね、野田洋次郎さんって言うんですけど、洋次郎さんと同級生なんですよね。そう、そんな話があったりとか、ネットに載ってるんですけど、あったりとかね。で、もしかして、もしね、なんかちょっと言葉悪いけど、この出し方をする先生いないと思うんだけどさ、菅官房長官をフルネームで書きなさいみたいな、が出る可能性が、まあ、なきにしもあらずなので、まあ、よかったらね、覚えておいてください。まあ、菅官房長官ってさ、響きでは覚えてると思うんだけど、こうです。これ、ね、しかも読み方がね、菅義偉さんと、秀が読みにくいね、偉人の意なんだけどね。菅義偉さんと。まあ、もしね、これフルネームで書けって先生が出してきたら、まあ、なかなかの変態だと思いますね。はい、怒られます。言うなよ。もしみんなの先生が出してて、なんか YouTuber の配置ってやつが先生のこと変態って言ってましたとか言わないでね、マジで。はい。っていう感じですけど、まあ、こんな辺を押さえておいてください。で、次ですね。まあ、発表ありました。お金が変わりますと。ね、お札が変わる。まあ、あと、500円硬貨とかもね、素材が変わったりするらしいんですけど、まあ、ひとまず、1万円札、5000円札、1000円札の顔が変わりますので、これはね、押さえておきましょう。まず、1万円札からです。ちょっと書いていきますね。まあね、ゆきちさん変わるの結構衝撃だよね。びっくりした。1万円札が渋沢栄一さんですね。渋沢栄一さん。まあ、資本主義の父なんて言われてますけど、で、5000円札は女性です。俺感じた。津田、梅子さん。で、これはね、確かね、日本人初めての女性の留学生。で、津田塾大学ってあるんですけど、津田塾大の創設者ですね。作った方です。津田梅子さん。で、ラスト、千円札が、北里、漢字が、待って、漢字忘れた。そうだよ、違うよね。これじゃ染めるになっちゃう。ごめんよ。北里柴三郎ですね。さんでございます。呼び捨てで呼んでしまった。北里柴三郎さん。まあ、この3人は押さえておきましょう。
まあ、だね。あと、ちなみに北沢さんは血清療法っていう、まあ、そういうね、治療の仕方をね、出した方なんですが、まあ、やったこととかは、まあ、出てこないと思う。ここに関しては。こっちはね、ちょっと詳しく出しましたけど、まあ、名前を押さえておけば、テストはね、いけると思いますんで、ぜひね、押さえておいてください。で、次がですね、フランスのね、ホニャララ大聖堂が、すごい大きな火災が発生してね、ニュースで見た方なんかもいるとは思うんですが、まあ、その名前ですね。ノートルダム大聖堂です。ノートルダム大聖堂。で、日本ではね、なかなかまあ親しみが、自分もそんなね、発想でないんですけど、例えば日本でもさ、昔からの、こう、建物とかあるじゃないですか。例えば火災になったとしても、わ、大変だな、みたいな風に思う方なんか多いと思うんです。まあ、ごめん、全員が全員じゃないですよ。自分はちょっとそういう発想になってしまうんですけど。ただやっぱ海外こういうね、フランスとかだと、すごいこう、悲しみが広がったんですよ。そういう古い建物というか、歴史あるものっていうのに、そこに、こう、なんだろう、心の安定じゃないけど、それを信仰して、すごく支えになってっていうのが、なんかあるんでね、そういう風習とか文化というか。日本ではなかなか親しみがない文化なんですけど、まあ、そういうのがあると、だからすごい悲しみが広がったの。で、すごい修復にものすごいお金がかかるんですが、例えば企業とか、まあ、個人もそうなんだけど、個人や企業の方とか、ブランドのね、企業の方とかも発表してましたけど、まあ、ものすごい今義援金が集まっていて、代表が、5年以内で修復完成を目指すと。事実上ちょっと難しいらしいんですけど、データで出すとね。でも、早急に、やるというふうに発表していました。まあ、これからね、多分、今はまだ、こう、落ち着く、ね、場面ではなるんだけど、徐々にこう、修復していって、その辺の過程も、おそらく報道されていくんではないかなとは思います。で、まあ、ニュースね、ラストです。本屋大賞がね、発表されました。で、今回ね、本屋大賞受賞されたのが、自分ちょっとまだ読んでないんですけど、もし読んでる方がいたらね、コメント欄で感想なんて書いてくれると、嬉しいっす。瀬尾舞子さんですね。あれ感じ合ってるね。瀬尾舞子さん合ってる。でタイトルが、そしてバトンは渡されたと。自分はね、読みたい本をね4冊ぐらい買ってあって、まだ読んでないで、ストックがあってね、ちょっとまだ買うか迷ってるんですけど、瀬尾舞子さんのそしてバトンは渡されたが受賞されました。まあ、今回ね、問題にしたのはこの4つです。ニュースとしてはね。では最後、おまけというか、ちょっとね、情報入れていきましょう。まあ、この辺は、知識として、まあ、自分がやりたいこともあるんですけど、聞いてみてください。で、教科担任制です。まあ、今見て、これを見てくれてれば、中学生、高校生が多いのかなという気はするんですが、中高っていうのは教科担任制です。つまり、数学はこの先生、理科はこの先生とかね、決まってますよね。それ教科担任制って言うんですけど、今、で、小学校の時、みんなも多分そうだと思うんだけど、小学校の時って担任の先生がほとんどの授業をするよね。あれ、学級担任制って言うんですけど、だから小学校の時はみんな学級担任制で過ごして、中学から教科担任制に変わってった。だけど、これから、小学校も教科担任制にしていこうと。まあ、もちろん音楽とかね、ああいうのは専科の科目の先生がついてらっしゃる方は多いと思うんだけど、だいたいやっぱりね、クラスにさ、時間割り貼ってあって、それ通り担任の先生がやってくれるじゃん、全科目を。で、それを廃止してやっていこう。まあ、2020年ぐらいから、英語がね、必修になってくるので、もうその辺から入れていこうっていう話になっております。まあ、いろいろ議論は出てるんですけど、個人的にはもうこれさっさとやれよって大学の時からずっと思ってたんで、もう小学校も教科担任していいじゃんっていう。まあ、あるんだよ。それをやることによって人材の確保とかいろんな問題が出てくるんだけど、自分はでも早々にやった方がいいとすごく思ってたので、まあ、楽しみというか、まあ、実際やってみたらさ、いろんな問題が出てくるなんてこともあるだろうけども、いい方に教育が行くんじゃないかなというふうに思ってます。個人的な意見ね、これはね。舌が切れてる？あ、ギリギリ見るか。で、次、モンキーパンチさんです。先日亡くなりました。モンキーパンチさん何の方かっていうところで、ルパン三世の生みの親です。ルパンですね。まあ見たことないよっていう方もいるでしょうけど、聞いたことあると思うね、ルパン三世。で、なんでかっていうとですね、もう自分がルパン三世大好きなんですよ。これちょっとみんなね、もしあれだったらコメント欄に書いてほしいんですけど、みんなが、ちっちゃい時、幼稚園とか保育園とか、あとは小学校低学年ぐらいの時、まあ男の子だったらヒーローでね、みんなにとってのヒーローは、とか、あと女の子だったらアイドルか。だったら誰だったのかなってちょっと聞いてみたくって、まあ大体がさ、男の子だと仮面ライダーとか、まあ、戦隊ものね、なんとかレンジャーみたいな、に行く子が多いんですけど、実は自分がね、それ見たことないんですよ。自分がちっちゃい時に。放送されてたよ。それ、そんな昔じゃないよ。されてたんだけど、見てなかったのね。
で、自分の中でその頃のもうヒーローはルパン三世かシティハンターってみんなわかるかな？シティハンターのサイバーリョウだったの。もうその二人が俺の中でずっとヒーローだ。今もそうだけど。そう。で、それぐらい大好きで、まあ、ほんと年長とか、小学校1、2年生からルパン三世ずっと見てたような人間だったから、そう、まあ、すごいショックというか、そっかーっていうね、なんかあって、どうしてもこれをやりたくてね、やらせてもらいました。ぜひね、みんなのヒーロー、こんなん見てたよとかさ、女の子だったらプリキュアとかだと思うんだけど、まあ、そういうのも含めて書いていただけると、ちょっと、あ、そうなんだとかね、感じれるので書いてみてください。で、次がね、ピクトグラムって聞いたことあるかな？ピクトグラム。これぜひね、ネットで、ピクトグラムと、まあ、東京だけも出てくると思うんだけど、まあ、東京パラリンピックって、複数検索、複合検索をしていただけると出てくると思います。パラリンピックね、体に障害がある方の方の、まあ、オリンピックと同時開催とか、まあ、一緒にね、時期に開催されますけど、例えば、視覚障害の方いらっしゃいますよね。目が見えない障害の方。で、視覚障害の方って、例えば会場に行ってもさ、どっちに何があるかってわからないじゃないですか。普通にだって案内板書いてあっても文字が見えるわけではないので、そういう方たちのために、絵になってるんだけど、絵で立体になってるの。つまり、触ったらわかる形で。で、それによって、この競技がわかるような形が、それがピクトグラムっていう、そういうのをね、ざっくり言うと。実際見た方が早い。だから検索してみて。で、それが作りできましたよっていう、なんかニュースになってて、で、自分そういうの見るのがすごい好きなのね。で、実際ちょっと見てほしいんだけど、俺は感動したの。何が感動したかっていうと、もちろんいろんな種目があって、サッカーとかバスケとか水泳とかいっぱいあるんだけど、それをシンプルな絵でまとめなきゃいけないわけよ。だってさ、ごちゃごちゃ情報いっぱいあったら手で触ってもわからないでしょ。でも、手で触ってもわかるように、シンプルな情報だから、情報をどんどん落としていって、残さなきゃいけない情報でどう表現するのかっていうのを、こう、突き詰めたものが出来上がったわけよ。それがね、すごい綺麗とか美しいというか、あ、そうやって精錬されていくんだなっていうのを、俺は見ててすごく感じて、だからみんなにも見てほしいなと。あとはピクトグラムっていうのを知ってほしいなってもあったんだけど、それね、紹介させてもらいました。んでもってラストです。最後 iPS さん、iPS 細胞ね。で、これ割とね、俺、時事問題でよく取り上げてるんですよ。またかって思うかもしれないんですけど、今回ニュースになってたのは、網膜、目です。網膜細胞を iPS 細胞で作ったものを1年前に移植した手術がありました。それを受けた方がいらっしゃって、で、今、1年経ったんですよ。で、その経過が発表されたの。1年経った。そしたら、もう何も問題ないと。そう、だから iPS 細胞を使った網膜細胞を移植したものでも1年経っても何もその弊害がなくやってこれてますって安全性を確認できましたよっていうニュースになってたのね。で、それでもすごいことだなと思っていて、例えばみんながね、まあみんな健康な方が多いかもしれないけど、何かの病気になりましたと、移植しなきゃいけないってなった時に、じゃあそういう細胞 iPS 細胞で作った移植できるものができましたと、ありますよと、でも10年経った時に安全かどうかわかりませんってなってたら不安でしょ。それはでもそういうのを作って経過観察をしていってこうやって成果を出していく。まだ1年だけども。でもそれってすごいことなんだよね。そうっていうニュースを知ってほしかったっていうのと、自分がよくね、この iPS 細胞の話を出すのはですね、まあ、これ山中教授っていう、ね、みんな、多分 iPS 細胞で一番出てくる、人です。有名な方です。ね、山中教授なんかが、すごいことだったわけですよ。これができた時ね、すごいことだった。でも、それだけ称賛されることをしているのに、山中教授研究費のことで、研究費が足りないっていうか、そういう問題があるんですって、今でも訴えてらっしゃる方なのね。それぐらい、こう、お金がこう、なんだろう、予算が出てこないというか、っていう実は問題があったりします。で、そういうのを知ってほしいし、これからね、みんな若い世代だからさ、の方たちが、こういう研究があって成果が出てるんだよっていうことを知ってくれるのってすごく大事なことだなと個人的に思っていて。なので、まあ、しつこいって言ったらあれだけど、もっと成果が出てるからね、取り上げてるっていうのもあるんですが、こう、継続的にちょこちょこと、こうやって話題に出させてもらいたいなと思って、今回もやらせてもらいました。はい、ということでね、ちょっと長くなっちゃったんですが、駆け抜けた約13分ぐらいかな。はい、お付き合いいただき、14分でしたね。お付き合いいただきありがとうございました。ではまた来月ね、5月も時事問題やっていきますので、もしよかったら次回の方もぜひね、聞いてみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。